This is the Research Institute of Electrical Communication at Tohoku University, where we research and develop dreamlike technology that supports our communication. A bridge to the future.人間性豊かなコミュニケーションの実現というのが本研究所のミッションです。材料やデバイスの研究、無線通信、光通信、あるいはネットワークや情報処理のソフトウェア、ハードウェアの研究、また人間、あるいは人間とのインターフェースの研究等々が行われています。それぞれの研究分野において内外の研究者と連携し、情報通信の研究拠点としての活動を推進するというのが我々の研究所のミッションであり、それを支援していきたいと思っております。 It was the year 1935. The Research Institute of Electrical Communication, REIC, was created to open up new possibilities in communication ahead of its time. Our goal was to research the theories and principles of electrical communication and their applications.From television antenna, semiconductors, and disk drives for computers, and optical communications that drastically sped up the internet environment, REIC put forth a wealth of innovative research that has led the world and developed the base for much of modern telecommunications. Now we work day and night on research developments to bring about more human communication.Electrical communication technology is a key to a bright future. REIC consists of four research divisions: information devices, broadband engineering, human information systems, and systems and software. And two research facilities: laboratories for nanoelectronics and spintronics, and brainware systems, and research center for 21st century information technology.The Information Device Division, developing research on next-generation information communication for electronic devices that support the future infrastructure of the information society. 私は操作トンネル顕微鏡という一つ一つの原子や分子を見ることができる顕微鏡を使って、一個の原子や分子がどのような電気的性質を持っているのかということを調べる研究をしています。一つ一つの電子や分子を組み立てることによって、究極のエレクトロニクス、高速かつ低消費電力のデバイス素子を作ることが夢です。操作プローブ顕微鏡と呼ばれる非常に特殊な顕微鏡を使って、原子一つ分子一つが持つ性質を調べ、未だもって到達されていないのは非常に高い時間精度、例えばピコ秒で、そういった小さなものの性質を調べるということです。我々の研究室では、そういった小さなものの非常に速い現象を明らかにして、原子一つ分子一つからなる高速の電子デバイスを作る、これが最終的な夢です。私が今研究している夢の素材グラフェンは、他の素材よりもより電気を何倍も流すという性質を持っています。将来の夢としては、このグラフェンを使って電子デバイスを作って、社会をより豊かに便利にすることです。半導体の研究をしています。特に半導体の結晶の研究をしています。皆さんがお使いになっている半導体の装置は、このようなシリコンの結晶からできています。例えばこの携帯、とっても便利ですよね。もしこれが普通に持ち歩いて、歩いてるだけで普通に充電できたら便利だと思いませんか。もっともっと早く動く装置、例えばハイビジョンムービーをダウンロードするのに、私たちの研究が実現すれば1秒間に10本もダウンロードできるようになるんです。そんな研究をしています。半導体デバイスを解析する技術といいましても、いろんな技術がると思うんですけども、私たちが行っている研究は、技術の基盤になる技術の研究ですので、デバイス開発に限らず、いろいろな研究開発において、私たちの技術が使われるというような、そういった世の中が生まれたらいいなと思って研究を進めています。
私どもは、当研究室オリジナルの、操作型非線経由電磁顕微鏡という世界に1台しか1種類しかない顕微鏡を駆使して将来の電子デバイスにつながる研究を行っております。原子レベルで動作する、電気的なデバイスを開発する、さらに超高速で微細な電子デバイスに私どもの評価装置が使われて高性能で、高密度な記録が実現できるということを、目標にいたしております。私はコンピューターを使った計算機シミュレーションによる材料の開発の研究を行っております。例えば最近ですと磁気デバイスの書き込みを電圧で行うことによって超低消費電力を実現するような材料の開発を行っております。情報化社会を支えておりますデバイスの低消費電力化を理論計算から提案します材料によってコンピューター等の性能を上げ、さらにそういったコンピューターを使って新しい材料を生み出していくというような未来を想像して研究を進めております。計算機を使って材料の性質を予測したり、新しい材料を設計したりという研究をしています。現在は実験的に試行錯誤をしながら新しい材料を開発するという研究が主流ですけれども、我々はそれを計算機を使ってある程度予測して絞り込んで新しい材料を開発する、それで開発を促進することを目指しています。これまで世界で誰も開発してこなかった新しい材料をデザインすることが夢です。私は脳の機能を模したハードウェアの研究を行っています。これは物の動きを人間と同じようなやり方で認識することのできる LSI の試作品です。将来的にはこのような LSI をロボットや自動運転車に搭載することで人間と同じような空間認識機能を持たせることを目指しています。人と共存して一緒に仕事ができるようなロボットを開発したいと思っています。我々の研究室では新しいコンピューターを作るための半導体集積回路の研究を行っています。特に製造方法について精力的に研究を行っています。かつては今のコンピューターというものが人の知能を超えるようなことはなかなか想像しにくかったんですけど、そういったことが近い将来に起きるのではないかと、 SF の世界で起きていたことが今は現実になりつつあるということです。今の我々の研究をさらに進めることで真の意味で知能を持った計算機を実現できると考えています。The Broadband Engineering Division, leading the way in innovative broadband communication technology that combines optical communication with wireless. 近年のスマートフォンや動画配信サービスの普及によってインターネットで行き交う情報量は急速な勢いで増加を続けています。そのため私は将来予測される通信量の大きな需要に対応するために位相制御の高精度化に対する課題に取り組んで、私たちの生活をより豊かにするようなコミュニケーション環境の実現に貢献したいと考えています。私たちの研究室では光通信システムの容量限界を打破するための革新的な技術として、立ち変調や光内基礎パルス、マルチコアファイバーなどの新しい技術の開発を進めています。光通信システムは今日の情報社会においてインターネットの大動脈、すなわち血管のような役割を果たしています。しかし今後、IoT と呼ばれるようにさまざまなセンサーというものがどんどんネットワークにつながってきますと、光ファイバーを神経網を張り巡らされるような形にご発展させていく必要があると考えています。これまでは独立に発展してきた無線通信と光通信が今後親密に連携することができるようになれば、情報をスムーズにやり取りすることができ、ネットワーク環境がより身近なものに感じられるのではないかと、そのようなネットワーク環境の実現に向けて今後研究開発を進めていきたいと考えています。私の研究テーマは光通信に使う高速半導体レーザーを開発しています。現在世界中でインターネットトラフィックが増大しており、現状の半導体レーザーでは変化に対応できていないため、私は光通信用の高速半導体レーザーを実現するために日々研究を行っています。電気通信研究所が光通信発祥の地でありますので、光通信を研究する上で最も最適な場所だと考えました。私は将来世界の光通信に革命を起こすような技術を開発したいと考えています。
私の研究室では、光の研究をやってます。具体的には、皆さんご存知の半導体レーザーというものの研究をやってまして、その半導体レーザーの高性能化高機能化というのを目指して研究を進めております。光っていうのはですね、身の回りにあってですね、気がつかないような存在なんですが、それをですね、自由に操って情報を、遠くまで飛ばすというようなものとして扱いたいなと。それを何も感じずにですね、皆さんの生活が明るく楽しいものになるようなものにならないかなというふうに考えて研究を進めています。私は屋外のスタジアムや駅前などをターゲットに、混雑時でも高効率な通信ができる無線 LAN の研究を行っております。単一の無線システムだけではなく、ユーザーが複数の無線システムを使っているということを意識することなく、いつでもどこでも誰とでもどんな情報でもやり取りができる、そんな未来を目指しております。ワイヤレス通信、すなわち無線通信の研究を行っています。無線通信はスマートフォン、携帯電話、衛星通信までさまざまなところで使われています。我々はですね、ここに使われているシステム、それからデバイスの研究開発を行っています。衛星通信も含めてですね、必ずどんな時にでも外に発信できる、安心で安全で信頼できる無線通信のシステムを開発していこうというふうに思っています。 My research focuses on utilizing graphene's extraordinary electro-optic properties to develop compact and coherent terahertz sources. And if we succeed, these devices will be able to emit as well as detect terahertz radiation at room temperature.What motivates me the most for my research is the unique and valuable properties of terahertz, which can impact people's life a lot. 私どもの研究室では、テラヘルツという、これは光とそれから電波の中間に位置する未開拓領域と呼ばれる電磁波領域、ここで動作する新しい半導体デバイスの研究開発を行っています。これができますと、本当に光通信と無線通信が完全に融合することができて、夢のような情報通信技術が実現できる可能性を秘めています。これを実現することこそが、私どもの目指す将来像であります。 So we're using optical nanofibers, which are a technology which is useful for manipulating individual particles of light, which we call photons. So optical nanofibers are very thin fibers. In fact, they're 200 times thinner than a human hair.It turns out that when the fiber is so thin, in a very natural way, you can control individual particles of light, you can trap them and you can send them to where you want them to go. And we're hoping this technology will be useful for future networks, in fact, what we're calling quantum networks, which may very well be the future of communications. 光と量子について研究しています。実は私たちの世界はミクロの世界の量子力学という法則に支配されています。量子力学には重ね合わせや不確定性関係、量子もつれといった不思議な現象があるのですが、それらを上手に利用することによって、量子コンピューターとか量子暗号とかいった革新的な情報通信技術が開けるというふうに考えられています。私たちは光を使って量子の世界の謎に迫り、未来の量子情報通信技術に役立てたいというふうに考えています。面白いですよ。The Human Information Systems Division, creating systems for easy communication in any environment and trying to bring about the ultimate in unconscious communication.聴覚をはじめとする私たちの感覚情報処理システムは大変高度で複雑です。私たちはこの仕組みを明らかにし、システムへの応用を目指しています。例えば3次元音空間について考えてみましょう。私たち人間は2つの耳に入ってくる音信号だけではなく、視覚あるいは自分が動く感覚、そういった五感をフルに活用してふんだんに工学に応用してやれば、将来の3次元音空間システム、あるいはさらにそれに映像あるいは動きといった情報が入ってくるマルチメディアシステム、それを今よりもはるかに臨場感の高いシステムとすることができます。私たちはそんな研究に取り組んでいます。僕の研究は、ナノスケールで磁性材料を複合することで、既存の磁性材料の特性を大きく向上する新たな磁性材料を開発することです。
僕の夢は複合構造をナノレベルで制御した制御技術を開発することです。これにより開発された材料をデバイスなどに応用し、社会のさらなる省エネルギー化を進めたいと思っています。私たちの研究は磁石を使って物を動かすものと、センサーとして使って何かをセンシングするもの、その2つに大きく分けられます。例えばこういったクリップを磁石にくっつけると、このビニールの反対側からこのクリップを動かすことができます。皆さんよくご存知と思います。でもこれをこのようにくるりと丸めて、ビニールを人間の体と思ってください。そうすると外から磁石の力を使うと、あなたの体の中で何かを動かすことができるんです。磁気を使うと人間の体でロボットが動いたり、そういったものを通じて医療や福祉の世界に僕たちは貢献していきたい、そういうふうに考えています。私が特に興味を持って行っている研究は視覚と触覚に関わる研究になります。今の情報コミュニケーションは視覚と聴覚に関わるものが多いので、ここに触覚を組み合わせて、さらに視覚と聴覚ではできなかったような、より人に訴えかけることのできるメディアが作れると思っています。私たちの研究室では、人間が物を見る仕組み、視覚情報の脳内処理のメカニズムについて研究しています。現在、非常に注力して研究しているのは注意に関する研究。もし注意による情報処理のメカニズム、また注意を向けなかった場所の無意識の処理メカニズムというのを理解することができれば、今までにない全く新しいタイプのコミュニケーションツールも実現できるのではないかというふうに期待しております。人とコンピューターをうまく協調させ、人にとって楽しく快適な環境を実現できる技術を研究開発しています。そのために我々は心理学なども活用して、人の行動をしっかりと理解するところから始めています。それに基づき、人とコンピューターをより高いレベルでコミュニケーションさせることができる新しい技術を創出しています。コンピューターの上で動くコンテンツ、それを使う人、そしてこれらの間にあるさまざまな入力と出力のインターフェース、それらを活用するインタラクション、さらにそういったものを全て取り巻く場や空気といったものまでも含めて、インタラクティブコンテンツの研究を進めています。この研究を通して世界中の人々の生活をより豊かにすることを私たちは目指しています。半導体微細化合技術を用いた人工細胞膜センサーの研究をしています。薬を新しく作ることはすごくコストがかかっていて、それの主な原因の一つが副作用評価です。これを人工的なもので行うことで、より素早く効率的にできます。この研究を生かして、エンジニアとしてより多くの人々に健康を届けられたらと思います。体の中の分子の分子間の通信の仕組みを調べる研究をしています。さらにその仕組みを利用した新しい通信やコンピューターのための電子デバイスのシステムを作っていきたいと考えています。体の中を利用するとどういうことがいいかと言いますと、非常に効率が良くて、なおかつ省エネで低コストな通信を行っているってことが挙げられます。これを利用することによって、ニュアンスとかなかなか電子デバイスとは伝わりにくいようなことが瞬時で分かるような、そういったデバイスの開発につなげられるのではないかと期待しています。私たちは会話をしている相手の顔を見ながら声を聞いたり、食べ物の匂いを感じながら味わったり、複数の感覚を統合して外界を認知しています。そのような感覚の統合のメカニズムを明らかにすることを目的としています。将来的に現在用いられているようなディスプレイやスピーカーなどに加えて、嗅覚や触覚などを提示可能なデバイス、またバーチャルリアリティなどの技術を用いたコミュニケーションツールの開発、そのような分野に貢献していくものと期待しています。私たちはこれまで匂いを使って味覚を再現したり、あるいは触覚を再現したりすることによって、実際のものは一緒なのに、より美味しく、より触り心地が良いというような商品の開発に努めてきました。例えば減塩食を美味しくするために、香りで塩味を強めるですとか、あるいは同じ材質ですけれども、より柔らかく感じさせるということができることが分かりました。これらの技術は今後の生活の質を向上させるため役に立つと期待しています。
the Systems and Software Division, creating a richer life with a safe and secure software infrastructure and system technology that harmonizes people, society, and the environment. I work in the information security of everyday items like smartphones and smart cards and tablets. Well, I'd like to work on the same field, seeing as the amount of devices that we use every day is only going to rise, so there's a lot of work to be done on that. I think it's a great place to study. You get to do sort of exciting and cutting-edge research and share it with the world. 情報セキュリティに関する研究に取り組んでいます。特にハードウェアセキュリティと呼ばれる物理世界との接点に関わる新しいセキュリティ技術の研究に取り組んでいます。これから IoT と呼ばれる、身の回りのあらゆるものがネットワークにつながる時代が到来すると言われておりますが、その反面、新たなセキュリティ上のリスクというものも危惧されています。私はその将来のネットワーク技術というものを誰もが安心して利用できる社会の構築といったものに貢献していきたいと思っています。蝸牛と呼ばれる人間の耳の中に存在する渦巻き感を電子回路等で実装することが今の研究テーマになっています。将来の夢はその蝸牛と呼ばれるものを電子回路実装することによって、自分の研究テーマを生かした耳であったりとか、他に不自由な部分がある人に対して自分が作ったものをそういった方たちの手助けになるように何か生み出していくというのが将来の夢になります。今のコンピューターがとても苦手とする問題を簡単に解くような、そういう脳に学んだ脳型のコンピューター、新しいコンピューターをですね、作ろうという研究をしています。そのコンピューターがですね、一人一人に、パーソナルなものになりますから、車とか、ロボットとかそういうものに搭載することによって、車が自分の車になる、ロボットが自分のためのロボットになる、そういうことで自分がやりたいことが何も伝えなくても伝わるような、そういう感情を持ったような、ロボットができたり、車ができたり、新しい世界が広がっていくと思っております。それによって人間がですね、もっと人間らしいことに集中できて、芸術とか音楽とか自分がやりたいこと、それに集中できる、そういうような世界が広がると思います。私は新しいプログラミング言語を作っています。コンピューターを使いこなすためにはソフトウェアが必要です。ソフトウェアを作るためには人間の気持ちをコンピューターに伝える必要があります。新しいプログラミング言語を作ることで、僕らのこの気持ちをコンピューターにより早く、より正確に、より豊かに伝えることができるようになるはずです。私はプログラミング言語とデータベースの研究をしています。その理論、それから実装技術、さらにそれらを使って実際に新しい言語の開発をしています。我々が目指している新しいプログラミング言語は、膨大で複雑なソフトウェアを効率よく、しかも誤りなく記述することを可能にするものであり、それは我が国や世界のものづくり産業の基盤となる技術であると考えています。周囲の状況を認識して、自ら自律的に判断して、行動する知的なソフトウェアロボット、エージェントの研究をしております。例えばネットワークにつながったさまざまなセンサーやロボットをエージェントが操り、建物に侵入した不審者を発見、撃退してくれる、そんな安全安心に社会を支えるための賢い情報システムの実現を目指しています。私どもの研究は、インターネットに代表されるネットワークが作る環境がありますけれども、そこで動くシステムとその応用に関する研究をしています。最近は特に自律的に自分自身で考えて動作する処理体、それを我々エージェントと呼びますけれども、そういうエージェントを使った楽しく安全に暮らせる社会を作っていきたいというふうに考えています。コンピューターの性能はすごい勢いで向上しておりまして、現在のさまざまな生活に役立てられています。今までのコンピューターは人間の道具としての役割が大きかったと思っています。それに対しコンピューター自身が人間のように判断し知識を蓄える、そういうふうにすることによって、人間とコンピューター同士がお互いに知的活動を助け合う、そういった新しい未来の形を作っていきたいと思っています。我々はですね、
待機電力ゼロの集積回路を作ろうと思っています。とにかく無駄な電力を消費しない集積回路って、そういうのができて初めて、まあ、人間の機能を一部サポートしてくれる。いわゆる24時間365日人間に代わって見守ってくれるようなコンピューティングパラダイム、人に優しい世界が、コンピューティングの世界が広がるというふうに思っております。 The Laboratory for Nanoelectronics and Spintronics, promoting research projects that concentrate the world's intelligence with electronic communication as a COE of Nanoelectronics Spintronics, which supports electrical communications.Here we combine spintronics and unique material properties of the system developed in our lab to achieve complex functionalities of the brain elements, synapses and neurons in simple and compact solid-state devices. This is required to build truly large-scale and efficient artificial neural networks which emulate functionality of the human brain. This cannot be readily fulfilled with the current level of computer hardware technology that we have.So our research aims to bridge this gap and open a new chapter in neuromorphic computing. 当研究室ではスピントロニクスの研究をしています。スピントロニクスでは電子の持つ2つの性質、電気的な性質と磁気的な性質、これらはこれまで別々に利用されてきたのですが、これを同時に利用します。それによって発現される新しい物理現象を明らかにして、新概念のデバイスの実現に結びつける。例えば、パソコンやスマートフォン、自動車などの頭脳として用いられている集積回路を圧倒的に低消費電力化できます。私たちはスピントロニクスの研究を通して、よりエコで、よりスマートな情報処理通信システムを実現することを目指して研究を進めています。The Laboratory for Brainware Systems, making computers whose memory, learning, sensing, and association operate like a human brain. ロボットを作りたいと思っています。生き物はですね、このダイナミックに変動する自然環境ですね、実世界環境の中を生き生きと、そしてしぶとくタフに動き回ることができます。で、我々はその生物が持つ優れたからくりを、見つけ出すためにですね、理解するためにこういった蛇型のロボットですし、昆虫型の六脚のロボットがあります。でこういうロボットを作りながら、いろいろとからくりを調べています。生物学とロボットが融合した新しい学問、そういうのを、作っていきたいと、そういうふうに考えております。 The Research Center for 21st Century Information Technology promotes industry-university collaborative research, aiming to bring the already developed accomplishments of world-renowned research to practical application.It works to develop practical uses of technology to make our everyday lives better through accomplishments such as the development of next-generation mobile internet terminal and the development of ultra-small mass storage hard disks. この研究所で推進するプロジェクトのキーワードの一つは異分野融合です。ハードソフト融合のプロジェクトとしては、現在進めているプロジェクト人間的な判断を取り入れた新概念の大型 LSI の実現というものがあります。これは従来のコンピューターの限界を超えて超低消費電力で働き、人間の脳と同じような処理ができるようなコンピューターの実現を目指したものです。分離融合のプロジェクトとしては、本研究所が中心になって設置しましたヨッタインフォマティクス研究センターの活動が挙げられます。増加の一途をたどる情報量に対して、我々は価値のある情報のみを選択する必要があります。人文系の学問が培ってきた価値基準、それをデータ科学の視点で捉えることで価値の評価を支援するようなシステムを実現するというのがこのセンターの目的になります。
それらのプロジェクトも含めて、我々の研究所では人間が自分の脳や体を使うのと同じように情報機器や情報環境を使えるような、そんな未来の情報社会について貢献できるような研究を推進しております。 We promote research and development that aims for more human communication with a unified system that integrates everything from basic technology of material and information sciences to devices, circuits, architecture and software. Our institute also boldly works at combining with and spreading to other fields with the Tohoku University tradition of a spirit of practical science. We make a bridge to a brighter future through the pursuit of knowledge and its contributions to society.